筑波市筑波大学にやってきました。筑波大学内の中でも芸術系の学部が集まるエリアにやってきました。今この塔のですね入り口にいるんですけれども、ここの入り口を入った1階2階である作品展が行われているということでやってきました。そのタイトルがですね、個展なんですが、病院ゴブリン博士展ケアアート2というものなんです。このゴブリンというのが妖精という意味だそうで、こちらの個展を開かれている作家さんのお名前がゴブリン博士というんです。今ですね、この1階のフロアのそのデスクでお仕事をされているゴブリン博士にお話を伺っていきたいと思います、はい、こんにちは。こんにちは。ゴブリン博士こと小中大地さんですね。はい、はい、そうです。この今回の作品のテーマのゴブリンっていうのはどういうものなんでしょうか？ゴブリンっていうのはいたずら好きの妖精という意味があって、うん、いろんなものに宿る妖精作りというのをテーマにして作品を作ってます。で、その妖精を、こう言い換えてその意味からゴブリンと呼んで、いろんなものをこうキャラクター化させて、そういった存在をゴブリンですと言って、この作品展の病院ゴブリン博士展、はい、ケアアート2、これはどういったものを紹介している作品展なんですか？これは今までやってきた活動を振り返る記録展になるんですけど、その中で病院での活動に焦点を当てて、ちょっとその割合は多めで、それ以外の活動の振り返りの記録も展示しているという、そういう展示になりますね。病院でそのゴブリンを作っているんですか？そうですね、今主には週に一度、筑波大附属病院の小児科に通って、入院している子どもたちと一緒にゴブリンを作るというワークショップを定期的に行ってます。ああ、そうなんですね。じゃあ使っているこの材料を見ていますと、紙皿とか紙コップとか段ボールの切れ端のようなもの、あとは紙ビニールテープとか紙マジックとか、こういった素材を使うわけですよね。子どもたちが それらを切ったりとかくっつけたりしてやるっていうのは、なんか様々な本当にキャラクターが出来上がるだなと見てびっくりしたんですけど。はい、そうですね、素材遊びですね。でもどうしてそのビジュアルのこうアート系の専攻から、こうしたその外に出かけて、はい、子どもたちを相手にしたりとかしてみようって思われたんですか？ですね、それは大学時代がすごく長くてですね、はいはい、その中でいろいろなこう葛藤がありまして、うん、どういうふうに今後やっていこうと迷う時期があったんですけど、はいはい、で大学院の2年生で病院の舞台にした病院ゴブリン、その当時はもうゴブリンができてたんですね。そうですね、ゴブリンは2005年からですね。だ非常にもう長い10年間になりますね。もう、はい、はい、で病院以外でも制作はされてる、はい、そうですね、例えば島根県の雲南市っていうところの山奥とか、うん、長野とか広島とかいろんなところでやってます。今後の進路っていうのはどんなふうにお考えなんですか？今後まず一番大事なのはやっぱりゴブリン制作活動を続けていくこと。続けていくこと、はい、それがもう一番の進路の希望です、はい。でそのためにはやっぱり生活していくために、やっていかなければいけないことも出てくると思うんで、その部分はこれから模索していかなければいけないと思ってます。大きなテーマです。はあ、そうなんですね、はい、その先にある夢っていうのはもしよければお聞かせください。夢はね、日本全国もそうだし、はい、世界も出てみたいし、そういった境界線を越えていってどんどんいろんな人たちと表現を共有していくっていうことをやっていきたいですね。みんなで笑い合えたら最高だと思います。みんなでっていうところがあるんですね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。この時間はですね、この小中さんが椅子に目を描いて作った椅子のゴブリンさんに座りながらお別れしたいと思います。